うちの大学は留学する子が多いので、同期の友達 の大半が留学して、最近帰ってきたんですね。でその様子を見てると、なんか日本人 としてあちらに行ってで、勉強して日本人として帰ってきたなっていうふうに、見てて思ったんですけど、高校生の留学って日本人としてあっちに行くんですけど現地人として帰ってくるみたいな本当に全然違うんですよね。受ける影響の大きさも違いますし、本当に、あちらに行ってあちらの 子供になってなんか成長して帰ってくるみたいな。